キノコの部位は、キノコの部分名称と、その詳細について列挙する。傘とは、キノコの上部の帽子のような部分のこと。傘の形には、様々なものがあり、キノコの成長ステージによっても変化する。原菌類やホウキタケの仲間のように傘を持たない、キノコもある。アミガサタケや、シャグマアミガサタケなどの死の菌類、あるいは、キノガサタケなどでは、 慣例的に頭部の故障を用いるのが普通である。ベニタケ属の一種、多数の分岐が認められるとともに、非常に密である。ヒダとは、キノコの傘の裏面に放射状に形成される、波状の器官である。ヒダを全くかけ平坦なものも少なくなく、ヒダの代わりに、観光や針を生じるものもある。これらの器官は、放射を生じるという機能の上では、共通するので、 死実創卓と総称される。ヒダは、キノコの種によって、その間隔が密であるものと、素なものとがある。また、ヒダが途中で分岐しているものや、普通のヒダの間に小ヒダと呼ばれる、短いヒダを持つものもあり、これらの相意は、キノコの動貞に際して重要視される。ヒダの表面には、死実層が作られる。死実層は、端式が密に並列したそうで、 キノコの種によっては、シスチジアと総称される、異形細胞を混在することもあり、胞子を形成する。なお、アンズタケやスエヒロタケでも、傘の裏面の史実装着は一見したところヒダ状を成しているが、これらのヒダには、組織的文化が見られず、構造的には、傘の肉と区別できないために、ニセヒダの故障が用いられている。桃色を呈する。 成熟した一本しめじかのキノコのヒダ。この種では、コヒダが存在し、やや素で理性している。ヒダの色調は、胞子の色とほぼ同じである場合が少なくないが、未熟なキノコでは、胞子の色調を反映していない。また、ヒダを構成する、菌糸自体に、特有の色調を持つ場合には、ヒダの肉眼的な色は、胞子の色調とは大きく異なる場合がある。胞子の色は、 放子紋を得ることで観察できる。肥田の色は、キノコの大まかな同定を行う上で重要で、例えば裏紅が坂や一本しめじかでは、アワベニ色、なよケかの大部分の種では黒色あるいは黒褐色を、呈する。観光とは、キノコの傘の裏側に形成されるチューブ状の器官で、ある。放子を形成する面の表面積を増やすために、肥田同士の間に、 多数の仕切りが形成されたものと解することができる。い地下においては、観光の壁は、傘の肉とは別に分化した構造を有するが、河原竹などでは、そのような分化は認められず、実質的には、傘の肉と区別できない。なお、傘の裏面で認めることができる観光の開口部は、高校と呼ばれる。針とは、イボタケ科やカノシタ科などの傘の裏面に形成される。 針状の器官である。一般のキノコにおけるヒダが細かく裂け、個々の列片が円錐状に変形したものと解することができる。柄とは、キノコの傘の下についている、円筒状の部位である。内部に、い憾束などの構造が分化しないため、茎とは呼ばない。また、俗に足とも言うが、正式な故障ではない。しばしば湾曲することがあり、 柄の髪型と下方とで太さをことにすることもある。キクラゲなど柄のないキノコも多い。内部は感情に中空なもの、柔らかい髄を有するもの、内部まで均一に菌糸が詰まった中味なものなどが区別される。なお、キノガサ笠ケなどの柄は糸状の菌糸ではなく球状内視創生地上に膨れた細胞群で構成された偽柔ら組織上の構造を有するため、 しばしば、偽柄の故障で区別される。肉とは、キノコの傘や柄の内部組織のことを指す。その質、硬さ、色及び変色性、味や匂いなどは、種を同定する上で大きな手がかりとなる。唾は、ヒラや、観光を保護する内皮膜が、キノコの成長に伴って破れ、柄に付着して残ったものを指す。時に、二層構造をなすことがあるが、もみたけなどにおいては、 外側の粒は、外飛膜に由来している。また多くの原竹属のキノコでは、粒の内側の脆い層と外側に発達する硬い、層とに区別されることがしばしばあるが、内飛膜が完全に破れない未熟なものでなければ、半然としないことも多い。風船竹属などの柄に見られる、繊細な糸くず状の内飛膜は、完全な粒にならないことが多く、特に雲の巣膜と呼ばれる。 ナヨタケ属相の他では、傘の縁に不規則にちぎれた、膜片となって残るのみで、柄には明瞭な唾が形成されない例が多い。壺は、幼いキノコを包んで保護する、外皮膜が破れ、柄の下端に残った部分を指す。古典的な分類体系における、腹菌類や一部の死脳菌において、胞子を形成する部位を包む保護層を指す。キヌガサタケの柄の基部に残る。 つぼえり巻き土が木の正常に劣化した、外皮と、古綿状の包置界を包む、内皮誇りけ類の、表皮及びその表面に付着した棘状内紙糞状、または、粒状の鱗片あるいは茶大五家類の古実体における逆付き状内紙、コップ状の外壁などは、いずれもこの語で呼ばれる。木の笠竹では、殻側は山荘からなるが、すべてが一体化したまま柄の気分に残り、 エリマキツキでは、やはり3層に分化した、殻側のうち、外側の2層が、正常の裂片をなし、最内層は、奉仕界を包む、内皮となる。多少とも明瞭な傘を形成する、多項菌類に対しても用いられることがあるが、その場合には、個実体の傘の表面に発達し、傘の、肉とは組織学的に区別できる程度の分化を示した、組織を指して言う。 個実体の内部に胞子を形成するようなキノコの場合、その胞子形成部分を基本体という。典型的には、出口のない袋状の組織の中に、不規則に、端子や死脳などの胞子形成細胞が形成される場合、その組織全体を指す。端子菌類の腹菌類、西洋小炉などの死脳菌類、そして、セコテオイド菌類に見られる。これらは、 通常の地上製菌の飛騨が閉鎖して形成されたと考えられており、特にセコティオイド菌類は地上生でありながらグレバを持ち、ハラ菌類へ移行しつつあると考えられている。ハラ菌類では、個実体の内側に多数の端式が形成されるが、胞子が成熟すると端式は崩壊、消失する。胞子の外界への放出の方式は様々で、 袋の先端に出口を生じて吹き出すように出るもの、小実体の血実部を包む組織が不規則に崩れて散布されるもの、成長の後期に柄が伸びて基本体が押し上げられ、粘液化するとともに異臭を放ち、ハエなどの昆虫やナメクジなどの小動物によって放射が伝播されるもの、外部へは放出されず、小実体自体が虫や鳥などの動物に、 誤食されることによって胞子が拡散されると考えられるものなどがある。椎茸の柄を構成する菌糸中央付近にカスガイ連結が認められる端子菌類のキノコを構成する菌糸を顕微強化で観察すると菌糸の角壁部分の側面に小さなコブ状の突出部が見られる。これをクランプコネクションという。略したクランプの故障がポピュラーに用いられ、日本語では カスガイ連結あるいは、くちばし状突起の語が当てられる。端子菌類の二角菌糸に特徴的な構造で、一つの細胞の内部に二個以上の核が共存する状態を維持しつつ、体細胞分裂を行うために、核が移動した痕跡である。これが見られれば二角菌糸であるとの判断ができる。ただし、種によっては、二角菌糸であってもこれを作らない例もあり、キノコの部位によって、 これを形成したりしなかったりする種もしばしばある。ひだ畑科の種やアセハリタケクライマコドンパルケリマスニコルでは、一箇所の核壁部に二つのカスガイ連結を生じることがあり、これをダブルクランプと称する。なお、死のう菌類に対してはこの後は適用されないのが慣例である。古実体の内部組織の構成要素である菌子には、一般に顕著な特徴が乏しいが、 その幅、色調、細胞壁の厚み、細胞外面における沈着物の有無と所見などは、同定の手がかりとして用いられる。また、単式の形成に関与する生殖禁止、個実体の機械的強度を付与するのではないかと推定される骨格禁止よび禁止同士を緊密に結合する役割が考えられる結合禁止などが区別されることもある。さらに、内部に、 ゴム質を満たした、シルカン菌止が混在することもあり、これらの菌止の出現頻度その他も、分類上の形質として用いられる。シスチジアは、キノコの組織中に認められる、不燃性の異形細胞を総称する用語である。シスチジアの内種や、円シスチジアと側シスチジアの形質が違う種などがあり、キノコの同定では重要である。 日本語では、一般に脳状態の語が挙げられる。見出される部位により、膝の先に存在するものを、円シスチジア、膝の側面にあるものを側シスチジア、柄にあるものを柄シスチジア、傘の表面に見出されるものを傘シスチジアなどと、称する。円、側の両者をまとめて、史実層、シスチジア、から、傘の両者を総称して、表皮、シスチジアとする。 さらに、組織内の同管や乳管などに連結するものを偽、シスチジアと呼び、そうでないものをレプトシスチジアとする区分もある。顕微科学的視点からは、アンモニア水や水酸化カリウムなどのアルカリで応変する不定型の内容物を含むものを黄金、シスチジアと称する。ただし、細胞質がアルカリで均一に応変するものは、この用語の範疇には含まれない。 また、メチルブルーで青く染まる、下流状の内容物を含むものをグレオシスチジア、著しく、光を屈折して輝いて見える油状の内容物を、有するものを、油管、シスチジアという。前者は、サンゴハリタケ族ヘレシウム、後者は、イタチナミハタケ族レンチンネラスその他に、その典型的な例がある。さらに、アセタケ族イノサイビーやアナタケ族スキッソポラなどに、 見出される、厚い壁を備え、表面に不定形の結晶をこむるシスチジアは、特に、ランプロシスチジアと称されることがある。不定形の結晶を書き、単に厚い細胞壁を有するならば、公壁、シスチジアあるいはメチュロイドの故障が適用される。アセタケ属に見出される油感シスチジアの一例、厚い細胞壁を備え、公壁シスチジアの一例でもある。 シスチジアの定義には、多少曖昧な部分もあるが、見出される、位置、形態、科学的性質などによって、蒸気の故障が適宜に併用されて、記載に用いられている。その存在意義としては、短式同士の感覚の調整、重力の検知、二次代謝産物の貯蔵や排泄などの役割を担っているとも考えられているが、まだ推測の意見を出ない部分が多い。通常、 シスチジアの有無を肉眼で確認するのは困難であるが、ヒナの日傘、宮間落ち畑など、一部の種では肉眼でも乱すことができる大きなシスチジアを持つものがある。また、ヒダの縁にシスチジアが密生するものでは、ルーペでその存在を知ることができる場合も多い。特にヒダそのものが夕食でシスチジアが無色であるもの、あるいは逆にヒダや観光が無色であるのに、 シスチジアが特有の色調を帯びるものにおいてはルーペを用いなくても注意深い観察によってシスチジアの有無が判断できる場合がしばしばある。古実体の表面を包む組織を指す故障で古実体の内部組織と区別し得る程度の組織的文化が認められる場合に適用される故障である。原菌類ではから側とほぼ同義である。構成要素が 傘や柄などの表面に対して垂直に配列する場合には、ドゥーム、平行に配列する場合には、キュータスと称されるが、両者の区別は、やや曖昧である。一種類の要素からなるものと複数の要素で構成されるものとがあり、後者の場合では、上表皮、下表皮などと細分されることがある。さらに、表皮災害層の禁止から異形細胞を突出させる、や、 表皮層を構成する菌糸の壁が次第に溶けて、崩壊し、ゼラチン質となる方もあり、その構造は、家、族、種の同定に際して重視される。ありがとうございます。